るの分かります。これ足が細くなる。私の靴下は見せ方やばいでしょ。わかる？ラッコ。これはあかん、これはあかん。ちょっとなんか良くない体勢だった。お湯飲んだ。43度よ。ちょっとなんかここら辺が見えないようにしたい。全然見える。お、やばい。ここ今ベッドのすんごい端っこなの。お尻を突き出す。5 6 7 8 9 10。え、ちょっとプリケツなのでは？さあ、ほら、いいケツしてるでしょ。 Y 字バランスもできる。いきますよ。プリケツなのでは。え、ちょっとそのケツのフォームが良くて、ちょっとここでちょっとしとこ。ここ、こうやって秒、せーの、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。やべ、めっちゃいいわ。脳汁って気持ちいい。まずは背伸びの運動からです。1 2 3 4 1 2 3。屈伸です。これ大丈夫？じゃ
リコアリコリ山口県出身二十歳のリコジ孤独のリコです。瞑想でもするか。さあ体を寒くないか急に寒くないかこの部屋、寒くないかこの部屋、どう見えてる私の。なんかこういうあのスクワットがいいらしいよ。あでも聞いとるかもしれない。いや全然分からんね。あ分かる分かる。あ分かる。めっちゃ聞いてる。えなんかこういうこと。あめっちゃ聞いてる。すごい。あ、めっちゃ効いてる。あ、これすごい。ここがハムストリングス。あ、すごい。痛いこれ。あ、すごい。後でやりましょう。後でやりましょう。ヒトテックが出てくる。ヒトテックが出てくる。よし、切ったらしますか。いく？このインナーは見えてもいいインナーだから安心してみんな。よし、いけいけいけ。はい、サイドプランク。普通のプランクに戻ります。今お尻を上げてるの。あと最後。私の知ってる子が来た。うーちゃんってあのうーちゃん、うーちゃんって呼ばれてるの。私にも後輩ができるんかな。聞いとる。やばい。アングル大丈夫？
見えない。もういいケツしてるんじゃないでしょう。タワーで見えんの。もう分からんわ。ふう、もう一回。ちょっとなんかズボンの影響、なんかシャーいいケツ、ごめんなさい。私の体の柔らかさを見せてあげよう。もう伝わってます伝わってます。痛い痛い、から顔を引き、痛い、痛かった。やらけー、あ、やばい、足の裏マジ激痛。せーの、こうできるんですよ。伝わってますか。弾ける。じゃあね、おやすち。